2020年にコロナウイルスが蔓延していく中で、当院としても換気についていろいろ調べていたんですけども、ここでまあ換気をすることを数値化してできるものがあるということが分かって、そこで NKE さんのご紹介を受けて購入することになりました。連楽がですね、二酸化炭素の濃度が高い時には数値高いことを示してくるので、そういう時に換気をより促したりとかっていうことができるようになったので、非常に良かったなと思います。当院は患者様のケアをするところですので、患者様がこの機械を見てですね、これ何ということで、二酸化炭素を測る機械だよということで、換気をすることでより安心して来院できるんですということをお伝えすると非常に喜ばれたので、そこが導入する前と後では非常に良かったなと思っております。